立原美幸は、元 OBS 大部放送アナウンサー。長崎県南島原市出身、血液型 A 型。西南学院大学出身で、在学中はアナウンス研究会に所属していた。2006年より、KBC 九州朝日放送のラジオカー、ひまわり号リポーターやアナウンサーを経て、2009年アナウンサーとして、安本香な、久市長美奈子と共に、 OBS に入社。2013年3月で OBS 大部放送を退社。既婚者である。好きな食べ物は、豚足、ラーメン、焼肉、クレープ。趣味は、音楽鑑賞、洗濯。学生時代は、陸上部に所属し、中距離の選手だった。ごご楽ワイドレギュラー味、県産豚肉を紹介するコーナーを担当した際に、 豚のアップリケをつけた割烹着を着ていたため、一部から豚肉穴と呼ばれていた。退職後、2013年10月13日に行われた OBS ラジオ祭りで、イークラーナがこの役を引き受ける際、新しく作ったエプロンを渡すため、約半年振りに公の場に登場した。また、2013年10月19日放送のハマローオーンステーションのエンディングで、 自宅寝室から電話出演した。その際枕を2つ使用していることと腰痛持ちをカミングアウトした。テレビラジオ、ありがとうございます。